本日はノースフェイスのノベルティ、フレキシブルボードショーツの紹介をしたいなというふうに思います。でそちらがですねこちらのパンツになるんですけども、こちらのパンツというのが一応ランニング用のパンツになってまして、ノースフェイスっていうのが機能的なパンツとしては大きく3つに分かれるんですけども、まず1つがこちらと同じランニング用で、2つ目っていうのが登山用、トレッキング用ですね、登山用で、3つ目っていうのがクライミング用っていうのが最近出てきだしてて、そのクライミング用っていうのが要は体とかが壁とかにバンってぶつかったりするので、極力ちょっと厚みのある生地を使ったりとかで、極力縫ってるこの縫い目っていうのをなくして、フリーに動けるように配慮されてたりっていうのがクライミングであったり、あと登山とかやったら、以前も言った通り、このパンツみたいに、自由に足を伸ばしたりできるっていう風に作られてて、少し機能的に作られてるっていうのであったり、ランニングはどっちかって言ったら軽さに特化してるようなパンツになってるかなと思うんですけど、その中でもこれは、軽さに特化してるようなパンツになってて、特にこのパンツの特徴としては、2つなんですけど、1つとしてはストレッチ性がある。こういう感じで伸びるっていう感じで、ポリウレタンが 14% 入ってるので、履いてて苦痛感がないですし、座ったり立ったりしてても突っ張ったりすることはもうこれは全くないっていう感じのが、特徴としてはまず一つかなというふうに思います。で2つ目っていうのが、風合いが結構自然っていう感じで、いかにも化学繊維っていうような感じじゃなくて、結構自然な風合いで、この自然な風合いがじゃあどういうことがいいのかって言ったら、普通に、私服として履けるっていうところになってるんですけど、いかにも化学繊維のパンツって、これとかもそうなんですけど、あとこちらもそうなんですけど、どうしても、運動系のパンツに見えるので、私服でなかなか合わせづらいっていうのがあると思うんですけど、こういう感じの、自然な風合いであれば、私服でも全然合わせれますし、後で着用動画見てもらうんですけど、全然私服でも、トレーニングでも、ランニングでも合わせれるっていうところがいいかなと思いました。で、僕は一応これジム用として買ったんですけど、ジムでも使えますし、その先ほど言ったノースフェイスの3つの用途っていうのがあると思うんですけど、その中でも例えば、僕が持ってるパンツで言うと、登山用トレッキング用のアルパインライトパンツっていうパンツがあるんですけど、今こっちに出してるんですけど、それが僕普段は自転車とか乗る時によく使ったりするんですけど、あくまであれは登山用として使われてるので、自転車に乗る用として考えられてないので、自転車で僕がずっと乗ってるとどうしても、今で4年ぐらい履いてるんですけど、履いてるともうお尻のとこに毛玉が出てきてるっていう感じになって、ジムウェアとしては向いてないっていう感じになってるので、例えば器具使ったりとかってこう踏ん張ったり、お尻踏ん張ったりすると思うんですけど、そういう時にああいうアルパインライトパンツは履かない方がいいっていう風になってたりとか、このパンツであれば毛玉とかはそんなにできにくいみたいなので、ジムでも使えますし、ランニングでも使えるし、普通私服でも使えるっていう感じなんですけど、その代わり機能的な要素がほぼないっていう感じになってて、どっかポケットがついてるっていうこともないですし、ウエストもただのゴムですし、でポケットは普通に両ポケットと、あとこの後ろのポケットっていうだけになってます。それ以外の本当に特徴っていうのは、ストレッチ性があると風合いが少し自然っていうところくらいなので、そういう分で値段が少し安くて、こちらはですね値段が7452円という値段になってまして、こちらもノベルティっていうことやったんで、僕もバルトロとかやったら、例えばノベルティって言われたらこういう迷彩で、ノベルティって言われへんかったら普通の色があるっていうイメージで僕は思ってたんですけど、これに関してはノベルティしかおそらくなくて、この迷彩、緑っぽい迷彩と、あとちょっと、白っぽい迷彩というか、そっちの方は肌が焼けてる方とかやったら似合うかなと思うんですけど、これはもう誰でも似合うような感じの迷彩かなというふうに思います。で、その普通の方の色っていうのがなくて、レディースはフレキシブルボードショーツっていうのがあるんですけど、メンズの、ノベルティじゃないやつっていうのが見当たらなかったんで、多分これはもう迷彩しかないんかなというふうに思います。ではですね、こちらの着用シーンを見てもらいたいなと思うんですけど、普通に合わせて私服として合わせてるっていうのと、あとちょっとスポーツ、ジムとかで合わせるような感じで合わせてるっていうのを見てもらいたいなと思います。ではどうぞ。Baby, you and はい、ということで、見てもらったんですけども、僕よく質問で視聴者の方からおすすめのショートパンツありますかって言われたりすることは多いんですけども、そのおすすめのショートパンツといっても、例えば、街用で使うのか、それともジムで使うのか、ランニングで使うのかっていう用途によって全然違うくて、で例えば、登山用トレッキング用のパンツを間違えてジムで履いちゃうとやっぱり毛玉が多くできちゃったりとかっていう、間違いではないんですけど、毛玉が多くできちゃったりとかっていうのがあるので、それぞれの用途があって、 できれば街用でも川とかで使いたいっていうんだったら防水の方がいいでしょうし、撥水効果がある方がいいとかなってくると思いますし、別にそういう用途は全くないねんっていうのであれば、こういう感じで、普通の私服としても合わせるようなこんなんでもいいかなと思うんですけど、価格帯的にはですね、1万円を切るようなパンツっていうショートパンツと1万円をオーバーするようなパンツって値段の差って結構分かれるかなと思うんですけど、そのノースフェイスの中でなんでそんなに値段の差が分かれるんかっていうと、高い方っていうのはもちろん安い方もそうなんですけど、いろいろこう考えられて作られてるっていうところもそうなんですけど、さらにこの高い方っていうのは実際プロの人に着用してもらって、その意見をフィードバックして、でその意見をまた参考に改良して作り直してるっていう部分で値段がガンと上がってるので、その値段が高いから何でもいいっていうものじゃなくて、これは、あくまで登山に向いてる人のパンツとか、これはランニングに向いてる人のパンツっていうので値段がガンと上がってるっていう感じになるので、それぞれの自分の用途に合わせて、でなおかつ、トレッキング用でも安いやつもあるし高いやつもあるっていうので、それの高いやつになれば本格的なトレッキングが楽しめると思いますし、別に安くても全然問題なく履けるとは思うので、そのどれを合わせたいかで、どういう時に履きたいか、自転車で履きたいとか、そういう時によって用途が全然異なってくるかなと思うので、その辺は実際自分の使いたい用途っていうのを、例えば自転車乗りたいとか、あと川で遊ぶ時にちょっと撥水があった方がいいとかっていうのを、店員さんに伝えてもらって、でそれで話をした方がより自分が納得できる、ショートパンツに、出会えるんかなとは思うので、そういう形で聞いてもらったら多分分かりやすいんじゃないかなというふうに思います。多分店員さんもおすすめのショートパンツありますかって聞かれるとちょっとよくわからないと思いますし、言うと野球で上手い選手は誰ですかって言われても、ピッチャーで上手い選手なんかバッター上手い選手なんかっていうのが聞きたくなると思うので、それと同じように自分の使う用途を、こういう風に使いたいんですっていう風に言ってもらったら、多分絶対店員さんやったら教えてもらえると思うので、毛玉ができにくいですよ、撥水効果がありますよ、軽いですよとか、あと伸びますよっていうのをいろいろ教えてくれると思うので、そういう感じで聞いてもらったら自分の納得できる答えが返ってくるんじゃないかなと思います。はい、ということで、本日はですね、ノースフェイスのノベルティフレキシブルボードショーツを紹介してみたという動画でした。以上、ありがとうございました。